次は飛行前の機体の異常、緊急事態の対処について説明をします。想像してください。飛行前に気づいていたエンジンの異常が飛行中に最悪の状態で発生し、緊急事態に陥ってしまったら、取り返しのつかない恐ろしい状況が待っています。それでは具体的なエピソードでその内容を見ていきましょう。操縦席で首をかしげている山田さん。山田さんには何か気になることがあるようです。どうしたの山田君。いや、エンジンかけた時に回転数が安定しないんですよ。大丈夫かな。まあパワー入れれば安定するんで大丈夫だと思うんですけどね。頼むよ山田君。任せてください。またまた安請け合いしてしまった山田さん。本当に大丈夫でしょうか。ご覧になっていただいた映像では、山田さんは異常に気づいていたものの独自の判断で飛行してしまい、飛行中に最悪の状態で異常が発生し重大な事故につながっています。それではどうすれば事故を避けることができたでしょうか。飛行規定には操縦士が飛行前に必ず行わなければならない飛行前点検の方法、エンジンの点検方法が明確に記載されています。また機体メーカーによる飛行規定の変更は大変重要です。常に飛行規定を最新の状態に維持するための情報の入手方法、手続きの方法を再確認しましょう。飛行前点検に基づき点検したにもかかわらず、おや?と感じた場合は躊躇せず、飛行せずに整備士に連絡をして機体の状態をしっかりと見てもらうことが大切です。そのため発動機の地上試運転、操舵の機能確認等の点検を確実に実施することが重要です。緊急事態の状況は事象内容、現在高度、時間的な余裕等により対処の方法は様々です。機体に異常が発生した場合、まずは何よりも機体を安定させることが重要です。次に機体にどのような異常が発生しているのかを把握し、異常に応じた緊急操作手順に基づきアクションするとともに、管制機関に現在の状況を連絡します。今は考える余裕があるため、これは当然のことと思われるでしょう。しかし飛行中では余裕がなくなります。日々飛行フェーズに応じた緊急時の対処方法を考えることが大切です。どうしたの山田君。いや、エンジンかけた時に回転数が安定しないんですよ。大丈夫かな。そうですね、整備士さんに確認します。山田さんは機長としてこのように正しい判断により事故の未然防止を実践しました。最新の飛行規定によりしっかりと事前点検を行い、飛行規定に説明されていない異常を発見した場合は躊躇せずに整備士に見てもらいましょう。